歯科衛生士専門学校入学式を挙行いたします。入学許可。第53規定23年入学を許可いたします。本校の教育理念は人間性豊かな歯科衛生士として地域の保健医療に貢献できる医療人を養成する、愛と知と技を備えたとあります。53期生の皆さんは本校の3年間においてこの愛と知と技の3つの言葉指し示す意味について十分に考え、地域歯科保険に貢献できる医療人となるべく努力を続け、知識と技術を十分習得し、愛情豊かな歯科衛生士としてさまざまな分野で活躍されるよう期待しております。先輩である方々は歯科衛生士として立派に社会に出てご活躍されておられます。私たちはその新しい伝統を傷つけないよう学則を守り、学業に励み、教訓を旨とし、歯科衛生士として立派な社会人となるよう努力いたしますことを誓います。皆さん一人一人自分の目指す夢の実現に向かって先生方や教諭と積極的にコミュニケーションを図り、豊かな人間形成を養ってほしいと思います。3年後は輝かしい歯科衛生士であると同時に素敵で魅力ある社会人となるよう勉学と人間形成に努力してほしいと願っております。小樽歯科衛生士専門学校は昭和41年に創立をされ、国保険の向上に貢献してきた歴史ある学校であります。皆さんがこの歴史ある学校に集い、いともに学び、友情深め、将来立派な歯科衛生士として活躍されることを心よりご期待を申し上げます。資格を取得するということは気づかないに対する厳しさを持ち、積極的に学ぼうとする姿勢が重要であると痛感しております。小樽歯科衛生士専門学校の学生には周りの人を思いやる温かい心があります。今日ここにいる仲間と共に助け合い、励まし合いながら充実した学校生活を築き上げていきましょう。以上をもちまして2019年度小樽歯科衛生士専門学校入学式を終了いたします。新入生が退場いたします。大きな拍手を持ってお送りください。新入生に